時が経つのは早いもんで、すぐそこまで迫っているんですね。TOTY が。ね、イブラが壊れちゃった。どだいした？ねえ、ズラタンタンはどうしたん？ねえ、ちなみに皆さん知らないかもしれないですけど、これベラッティも何気に変わってます。はい。皆さん知ってました？ベラッティも何気に変わってます、これ。ベラッティね、フィジカル7下がってます。スタミナが3上がってます。まあ、なんか、これはこれでおもろいんやけどな。いや、強いと思うけどね。でもやっぱ前半だけ戦うっていう選手に、250万は高いよな。たけー。それでも未だにこの値段してるっていうのが、やっぱでもイブラヒモビッチの凄さですよね。まあ、強いやろね。なんか、フレッチも変わったんやろ？僕、フレッチ気ぃつかんかったわ。言われて今初めて知ったわ。マジで前例がなくて、この能力、そう、パックからリリースされたカードの能力が途中で変わるなんてことは、マジでなくて。まあ、何かしらの説明はさすがにあるでしょ。この83プラスアップグレードね、またこれ、あれやから半日に1回更新されるから。そう、これとりあえずやらなきゃ意味ないよ、これ。コーナーどれくらい変わったのか蹴ったら笑えるくらい別物。マジ？ちょっとやってみる？これぐらい。いけるよ。ああ、なるほどね。なんかフリーキックもさ、パワーゲージマックスで蹴ったらさ、なんか高く浮くやん。それで一緒やね。確かに直接狙うためにはどうしたらいいんやろね。こんな感じ？でも確かに遅いから、これで入れるっていうのはちょっときついか。で、実際これぐらいで蹴ったらどうなの？ああ、なるほど。じゃあもう決まってるんや。パワーゲージマックスのコーナーキックの軌道が多分決まってるんですね。だってこうやって蹴ったらさ、そんな浮くわけないやん。ほら。これも決まってんしょ、もう。別に弱くないけどな、これ。むしろ全部同じとこに飛んでいくんやったら楽ちゃう。ねえ。これむしろ全部同じとこ飛んでいくんやったらめっちゃ楽やん。だからそこに動かしたらいいけやろ。ここやろ。これむしろちゃう。ベースまたはワールドカップヒーローのピックを2日ぶりに引いたらどうなるんですか？こうなります！えい！お！まあ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 対処したらしいよ。治ったって。あ、戻ってるわ。賞味100はしょぼすぎる。そう、 Y 変えないってのも嫌ですよね。なんか使いたいもんね。まあすでに変えなさそうですけどね、僕のコイン的に。いや、もうちょっとあればなぁ。コインが、アップグレをアホみたいにしてなけりゃなぁ。うん、こんなことになってないのにね。今僕ハッとさせられたわ。初週に引いて使うためにアップグレを作るんじゃないんかい。ね。そうでしょ。TOTY 初週に引くのと2週目の全配置の週に引くのって全然違うじゃないですか。ねえ。裏でいじってたのが表面化したとかだとやばくない？僕でもそんなめんどくさいことしないと思いますよ。する意味がなくない？その全部弱くしてるんだったらまだなんか理解できるけど、その一部の能力を上げてるっていう状態のものを、なんか客が見てるものと自分たちが見てるもので変えるっていうのが何の意味があるんだろうって思いますけどね。ルルブレのジェコも弱くなってる。え？え？どういうこと？それほんまに能力弱くなってんの？ほんまや！スタミナが違う。え？まあ、アジリティも違う。え？バランスが21とかってるやん。ってことはロナウド違うかもしれんな。おい、間違い探し始まっとるやないかい！ロナウドは、お、違う！あ、一緒や。
違う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 、え、リベリ違う、え、リベリスタミナ違う、リベリスタミナ16落ちてる。どういうことこれ。お前ポジションが99になってる。ちょっとスクショ取っとこう。おもろおもろ、このおもろやけ、おい間違い探しだ。引けば一緒、ラモスも一緒。おいおおおあ、そう、だからテストプレイなんかな。で、か、それはあるかもしれんね。これでいくか、これでいくか、どうしようかなーっていうのの一方に、なんでかわからんけど変わっちゃったっていう。そっちの方が濃いね。あとしたらスタミナ変な、あとだからスタミナ変な弱いんやけど、弱いんやけど、ベテラン選手って言うたら元々のスタミナ低いでしょ。この元々のスタミナ低いやろ。だからこれぐらいでいくか、でこれぐらいでいくか、いやでもやっぱせっかくやったらスタミナ上げた方がいいよなってなって上げたやつを出したけど、その前のものになぜかなってるみたいなの方がありそう。そう、クソデカアップデートかけた結果、なんかどっかがバグったんでしょ。いや、その納得の仕方も変ですよ。その納得の仕方も変やけど、でもそうでしょ。やっぱあるあるやから、そういうシステムとかって、あのね、大規模なアップデートかけたらどっかが雨漏りするっていうのはあるあるなんで。あー、そう、ライブチューニングちゃうてか、そう、ライブチューニングやろ。そうそう、ライブチューニングや。そう、コーナーのあれや。そうや、ライブチューニングやん。そうやん。さあ150個作りました。まあ、ちょっと今日の3時を様子見してあれしましょうか。いよいよ迫ってきましたね。寝よっか。じゃあ、寝よっか。いよいよ迫ってきたというところで、もう今日は寝ましょうか。おいとましましょう。デイリー SBC もちゃんと作ったし、ウィンターリーグアップグレーも終わったし、もう思い残したことは何もありません。もうどうせだって明後日やねんから、イベントが始まるのは。今何かしたってしょうがないんですから。肌にも悪いし、まあでも、まあまあたまたま起きたから見るけどね。今日はなんか、あの、毎日アイコン SBC が来るっぽいんで、今日は誰やろなって感じですね。はい。あとは、そろそろ最後のセンチュリオン SBC なんちゃう？あ、チェフや。あ、プライムや。これ結構作る人いると思いますよ。あ、これ結構作る人いると思うよ、チェフ。安いしね。お、ポジション別アップグレーや。来た来た。これもちょっとしっかりやっとかんとね。また85。何枚使わすねん。日付だけかな。お、なにこれ意味ある、これ。え、この影分身意味ある、これ。どういうこと。あれやろ、そのポジション別で出るってことやろ。あー、そういうことか。なんか明日そのあれか、 ST とかって出るってことか。そういうことか。なるほどね。じゃあちょっと TOTW で見ましょうか。ちょっと影分身ね。お、ラッシュフォードや。85。くー、三笘。あ、ベーデルは、ほんまよ。ベーデルがいない。ジバラ。いや、惜しむへん、これちょっと、惜しむへん、これ強いぞ。惜しむへん、ちょっとこれスーパー長として爆発しつつあんねんけど。ねえ。加速90、スプリント速度97、ポジション90、決定93。スーパー長。さあ、マーボー。まあまあ、いやでもこの写真いいよな。ラッシュな。この写真ええで。ボードプラウズ、フリーキック、カーブ99。やった。爆発してるね。トロール強いからな。アウトポジションじゃ強かったからな。お、ラムズデール。ぐらいかな。
アップグレはアタッカーだけ85で他、あ、マジで？ほんまや。まあ、とりあえずこれ作ろうか。まあ、これは別に明日でいいからね。85以上の要求がいかついことになってきたんやけど、マジで。間に合うのか？じゃあ85と86がレンジマってことはさ、これやばいやろ、これ僕。おい、これやばいぞ、僕。ねえ。いや、僕でも絶対83プラス開けへんからな。TOTY 始まるまで。絶対開けへんから、そんな。はい。このために残してんだから。あ、いいよ。イングランド、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 スペイン。ジョーセルー。まあ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 、運を貯めてる。いやいや、83×10 なんて開けない、開けない。やめてよ、そんな。チアとかもらっても開けへんからな、マジで。そんな、ほんま、ずっと開けへんから。マジで開けへんから。あ、小麦さん。100チア。ありがとうございます。あー、ありがとうございます、今。チアをいただきましたけどもね。あれと、こんなん頑張ってもいいですかね。ありがとうございます。ありがたく頂戴しました。ただ、僕の意思は鋼なので、パックは開けません。僕の意思は、お金では、買えません！明日 TOTY 発表やからね。明日20日の午前1時から。だから今から22時間後ですか ?21 時間半後ですか ?TOTY 発表のはず。3時かもしれないですけど、多分1時だと思います。